YouTube を始めていこうと思うんですけど、再現レシピとか、あとおしゃれな、なんかお家でおしゃれにできそうなメニューみたいなのをちょっと作って、いっぱいシェアしていけたらいいなって思ってます。でぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日は第1回目ということで、USJ の気になるあのレシピを再現してみたので、ぜひチェックしてみてください。それでは行ってみましょう。はい、じゃあ早速、この紙コップ、紙コップっていうのこれ、クリアのコップ、ビニールコップに絵柄を描いていきたいと思います。で今日はこのネットで拾ってきた画像、見えますか？見えるかな？ネットで拾ってきた画像を参考にしながらちょっとお絵描きしていきたいと思います。じゃあ描いていきます。まず、バランスがさ難しいよね。できました。じゃーん、こんな感じにできました。80点くらいかな。ではこのコップに入れるバタービールを作っていきたいと思います。材料はこんな感じです。バニラアイスと、あとバターとお砂糖とジンジャーエールと、あと一番大事なのがシナモンなんですけど、今日ちょっとシナモンがお家になくて、スーパーに行ってシナモン買おうとしたんですよ。でシナモンとシナモンシュガーが置いてあったんですね。で、あ、どっちがいいのかなって思ってシナモンシュガーを取ったんですよ。そしたら家に帰ってみたら、え、わかりますか、これナツメグだったんですよ。ナツメックって書いてます。でもあのレシピを見直したらナツメグとシナモンシュガー両方必要だったみたいなんで、でもちょっともうないので、めんどくさいのでナツメグオンリーで勝負したいと思います。じゃあ作っていきます。バニラアイス、いやー結構ね溶けちゃってる。うぃー、100g なんで半分くらい入れます。バター 15g 適当。じゃーん、冷凍庫で冷やし固めたのがこんな感じで結構アイスっぽく固くなりました。でこれをこのコップの中に入れていきます。え、結構硬いかも。おー、これを
やば、でかいけど。え、普通にこのアイスが美味しそう。よし、で、こんな感じで入れたらジンジャーエールを注いでいきます。いきます。美味しそう。完成です。バタービール完成です。実食してみたいと思います。いただきます。美味しい、甘い、すごい甘い、美味しい。でもなんか本場の味あんまり覚えてなくて、いつ行ったっけ、4年前くらいに行ったの。1回しか飲んだことないから、あんまり正直本場との味は比較できないんですけど、でもこれはこれでめっちゃ美味しいです。ぜひやってみてください。皆さんご視聴ありがとうございました。今日は USJ のメニューだったんですけど、次回は東京の方のテーマパークのメニューを再現していきたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価も忘れずにお願いします。